はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーブットバーソウルホット05弾です。はい、もうすぐ06弾。もう声裏返ってた。もうすぐ06弾が発売するんですが、このね、ジオ2のやつね。その前に、ちょっと僕が動画休んでた間にホット05弾が発売してて、30回ね、実はやってきておりますので、開けましょう。で、これはウォーズとか、あとはあれね、LR の ディケイドアーマーのやつとか、一応はね、先月の最新ライダーが揃ってますね。で、エナジーアイテムとかはちょっと公式サイズだとわからないので画像が荒くてね。開けてまず確認しようかな。じゃあいつも通りどんどん行きますせーのーよ。はい、まずは星3次王のディケイドアーマー、あ、え、なにこれディケイドアーマーファイズフォームだってやばくない こういうので来たか。なるほど、なるほど。こんなのよ本編で登場しないと思うんだけど、そういうのがぶっ飛ばすオール化されるわけね。これは、熱い。ラインナップ的には、ビルドフォーム、エグゼイドフォーム。あ、でもいつも通りか。ファイズフォームだけが特別に入ってると。で、あ、大文字様、星4とかいいね。で、ファイズ、カイザ、デルタ、J とかいる。で、覚醒レアがバースト、メテオだって、 エナジーアイテムがクーガーと時空2002ですあとはシクレがあるかどうかってところっすねじゃあ2個目はいあいいね大文字を星1これ大文字を星1から星4の覚醒とかあるかなはいあ大文字を星1タッチ触っちゃった <laughs> これ感度いいよね

これは、あェ J ね星1いやーぶっ飛ばすおがこうやって飽きられる幸せ買ったのが確か3週間ぐらい前だったからこれいつ飽きられるんだろうなーと思ったけど割とほんとちょっとずつ体調がまあ多分全開することはねもうないと思うんだけど動画撮れるねところまで来たてか溜まってるやつもね撮りたいし。 動画やっぱ撮り撮たい欲があるんだよねジオディケイドアーマービルドフォームそうやっぱって撮ってないとてかおもちゃ触ってないと喋りながら落ち着かないもうそういう体になっちゃったはいワーズ星1やっぱね幸せを感じるのよ動画撮影しながらこう何楽しんでると <laughs> だから本当やっぱいかにね僕がなんか YouTube なんか僕と YouTube なんかこう何 お互い当たり前の存在になってるっていうかやっぱ YouTube 好きっていうか動画撮影好きっていうかおもちゃ好きっていうかんかいろんなものがやっぱり前まではんかおもちゃが好きで特撮が好きでっていうのだったんだけどやっぱ動画撮るのが好きでこういうしゃべりながらねみんなとコメントを読みながらみんなのコメント読みながらみたいなあっ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 ジーアイテムえクーガだよね やばすごいかっこいいんだけどそしてこれまでのエナジーアイテムと違ってあのエグゼイドっぽさがないっていうかそうそうすごいやったなんか幸せそう何だったっけ何の話だったっけまあとりあえずねそういうのがいい <laughs> こういうやっぱ今までこう生活してきたライフスタイルが好きだからやっぱちょっと体調良くなるとね取りおー取りたくなっちゃうんだよねはいダブルサイクロン超過エクストリーム星4 今回排出すごいいいぞ。ちなみに1個の筐体でね、回しまくりました。筐体というかマシン、えっと、ガシャマシンか。はい、出来シし、に、でもやっぱ大声出すとね、頭金キーンってなるから、もう今後はね、これくらいの、まあさっき思いっきりちょっと興奮しそうになったけど、わズあのー、これくらいのね、テンションで大声、うわーって出したんだけど、そうするとね、やっぱその後動画撮れなくなっちゃうのよね。 はい、デルタ星1。デルタドライバーとか CSM どうなのかなはい、ウォーズ星1。でもこの公式サイトの画像が荒すぎて何仮面ライダーかすら確認できないっていう。結構これでも半分ぐらい開けたかな。はい、ウォーズ星1。ウォーズのフォームチェンジ系も何気にすごいかっこいいよね。結構見た目変わるから。 はい、デルタ。そっか、まだクイズとかいないのか。はい、デルタ。あ、ここに来て、序盤いいのが出て、ここに来て、テイレア。はい、ディケイドアーマー、星に、さらに、なんだはい、デルタ。デルタめっちゃ出る。イハラ。そして、はい、デルタね。 めっちゃデルタかぶるな <laughs> ああデルタかと思ったはい違いました J ですねただ星1これは今のところ出てる星1はシクレ枠はなさそうだなはいカイザーライダーキック状態はいさらにファイズ星3はいそしてあなんかこれさどうシクレっぽいファイズ星1 ブラスター変化ありじゃない次これはちょっとあとやってみようはいそしてカイザー星3星3出ればね星3以上出ればまだガシャポンだといい方だよねはいそして星 2GO ディケードアーマー,ーさらに残り2個かな でも覚醒レア出てるからあーでも違うわもう1個出た星1これで最後最後はでもガシャポンでエナジーアイテム出ること自体が珍しいよねはいカイザでしたちょっとこれで全部なんだけどワンチャンシークレットああそれはないかってことでやっぱシクレ今回出なかったねってことで排出結果としては低レア上に見ますがまずファイズこれ特属性星1でも めっちゃかっこよくないなんかガンバライジングっぽい。これがもう一枚出て、で、大ジ仕様ね。オーマジ仕様のアーツ情報もだんだん公開されてきましたが、すごいかっこいいっぽい。で、ウォーズの星1。これが1、2、3枚で、カイザーの星1ですね。これが2枚の、J の星1が2枚。シクレ枠はなさそうで、 デルタの星1がなんと5枚出るっていうこういうこと久々かなデルタ自体はかっこいいっすねで星2が3枚でディケイドアーマーディケイドアーマーさらにディケイドアーマーのエグゼイドで星3がまあまあ出たかなはいファイズの打属性星3なんかファイズの絵柄か,かっこいい気がするなでこれが結構びっくりだね ってことは登場するのかな本編でジオのディケイドアーマーはね中間の見た目になりますから一応アクセルがベースになってますねそしてそしてよく見るとここにアクセルって書いてありますもんねえー、面白いもう一個出てでカイザーもういっぱいこぼれちゃうはいカイザーの星さんかっこいいでえー、っとこれが J のあじゃない J の星3プラスビルドフォームの星3ディケイドアーマーね。で、ウォーズの星3。今回ウォーズのフォームチェンジ系フューチャーリング系はないね。で、星4が、あ、そう思うと1個か。 仮面ライダーダブルサイコロン浄化エクストリーム残属性で、さらに覚醒レアがバース出ました。で、エナジーアイテムクーガ。これは相当かっこよくないクーガのマイティキックポーズ状態で炎エフェクトみたいなのが描かれてて、ちゃんとここにねクーガーマークもありますね。で、帽子のこう、ツバを掴むような左手になってて、まさにクーガーマイティフォームのマイティキックそのまま。 で、ベルトのアークルも、ここね、ちょっと浮き出てるというか、描かれてますね。かっけーかっけーこういう風な、エナジーアイテムになっていくのかな。エグゼイドっぽい、今までのやつが、ちょっと廃止されるような形かな。ってことで、これはこんな形でした。でも、来週には、あの、第6弾、第6弾、GO2 とかがね、ラインナップされている、ブッドバソルの第6弾が発売されますので、そちらもね、 発売したらまた回して撮れそうなタイミングで動画撮りたいと思います。以上、レオンチャンネルのぶっ飛ばソールホト05段の紹介でした。